兄の捕縛作戦が決行された後、エルヴィン団長を含む調査兵団の主力はストヘスクにとどまり、事後処理に当たっていた。一方、調査兵団の他の兵士たちはウォールローゼ南部の拠点に駐屯していた。お前ら、すぐに支度しろ。え、今日は訓練はないはずじゃん。ウォールローゼ内地に巨人の群れが現れたらしい。え、それが本当なら壁が破られたということになります。私たちだけでは。兵団の主力はストヘスクから戻っていない。まずは現場に近い俺たちで状況を確認しておく必要がある。それともう一つ、妙な貴公子の目撃報告がある。厄介な奴なら早めに駆除しておかねばならん。妙って、あの、貴公子はみんな妙ですけど。詳しいことはまだ何も分かっていない。とにかく行ってみるしかあるまい。巨人が村に、まだ人が残ってるんだ、助けてくれ。生存者を探しましょう。ここまで連れてくれば大丈夫ですよね。村の連中を見かけたら縁談で知らせろ。いいな。あっちは苦戦してるのかよ。どうしてだけ。続け。私も行きます。ヘマするなよ。俺も行きます。縁談を確認。村人を見つけたな。急いで保護し、目標地点まで連れて行こう。巨人を確認。複数体いるぞ。物資を見つけたのに巨人に囲まれちゃったよ。
ました。これ使ってください。ここで物資を見つけたんです。別の地点から沿岸だ。あそこにも村人が。救援要請か。無視はできねえ。まとめて相手して。おとなしくしてろ。逃がせなかったか。くそ。他の村人を守れ。縁談。苦戦してやがるのか。巨人がさらに多数接近。村人に近づけるな。どうして大丈夫。手前するなよ。もうどうせ逃げられないわ。私は死ぬよ。了解です。何言ってるんですか。さあ走ってください。大丈夫ですから。やる。面白い出しやがる。まとめて相手して邪魔だ。ありがとうございます。私も行きますよ。また縁談が。村人が危ない。早く助けに行くぞ。まとめて相手して。苦戦の縁談を確認しました。どうして化け物。まとめて相手して。くそ、巨人に追いつかれる。どうしてこっちだ。これが巨人を引き付ける。村人はお前たちに任せた。腹をくくれ。ミケ分隊長がおとりになったの。一人は無茶よ。ミケさんを信じろ。調査兵団でリヴァイ兵長に次ぐ実力者だぞ。面白い暮らしやがる。よし、十分時間は稼いだ。残りの村人を探すか。まとめて相手して。おとなしくしてろ。行く。
の縁談、急いで助けるべきです。お前ら無事だったか。はい、なんとか。なに、あれ。まずいよ、17メートル以上はある。巨人っていうか獣じゃねえか。王国にあった貴公子か。見て、こっちへ向かってくるよ。なぜだ、巨人が一斉に走り出した。早い。まさか、あの貴公子のせいで。このまま突破しても追いつかれちまうぞ。あの毛毒じゃただの貴公子なのか。まあ、あなたを生かしておく理由はねえ。悪いな。まとめて相手して。助かりました。補給してってください。また物資を見つけたんです。手間見せなよ。行く。わかりました。まとめて相手して。面白い暮らしやがって。なんだこいつ。毛皮のせいで刃が通らねえ。こいつ巨人ってより獣だもんな。もしかして火が苦手だったりしねえかな。獣の巨人はどっか行っちまったみてえだな。何だったんだあいつ。貴公子が何を考えているかなんてわからないよ。あいつは明らかに他の貴公子とは違ったと思うけど。ああ、
でけえし、ケムクジャラだし。普通の巨人よりも頭が良さそうだったよな。ただの気功師じゃないとしたら、一体。